ピアノ夕方でございます。はい、今日はね、ダウンタウン125、マット・グレイ・メタリックってやつですかね。入りました。はい、あとターセリー S125 ね、ターセリー S125 が、入りました。はということで、ちょっと納車整備をね、ただちょっとありがたいことにね、台数何台もあるとね、順番にやっていくしかないんですけど、ただ一応いついつっていうお約束がね、ちょっと先、ターセリー気持ち先なんで、1週間先なんで、だから少し余裕があるかなということで、まあ例えばほら日曜日しかっていう方がいらっしゃると、ちょっとパッとやってね、そういうふうにこう間に合わせるっていうこともできなくもないのかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。はい、さあ、今回これですね、とりあえずね、そうそう、やっぱりね、買っていただけるバイクじゃないんですけど、こちらね、こんな感じで来ますね。はい、で、ここに鹿の角がついてるんですよ、ね、前につけるね。それをこんなテープで止めるような感じに、ね、なってますけど、で、スクリーンはこれじゃないですか、ね、スクリーンはこれ、ね、スクリーンこれ。はい、だからこれ、まあ、最初にね、うちで組み立てる、販売店で組み立てるっていう感じですよ。はい、ブレーキフルードはどうですか。お、綺麗じゃないですか。いいですね。はい。はい。日本のあのメーカーとは違うな。ね。余計なことを言ったりするわけでございます。はい。でね、こんな感じになって。で、まあ、こういうとことかね、こう、養生されてるんですよね。はい。こういうね、先端とかね。はい。なってますよ。はい。どうですか？ね。さあ、メーカー、まあ、メーカーといってもこれ輸入車なんで、日本のね、ちょっと委託されている倉庫に置いてある、そういうことみたいですよ。そこから、まあ、運んでくるんですけどね。はい、メットインの中が気になって仕方がない皆さん、ね、メーカーから出荷されるスクーターのメットインの中が気になって仕方ない皆さん、お待たせいたしました。それではシートを開けてみましょう。一緒にご確認ください。まだ1回も開けてない。大丈夫かな。ああ、これ見せられないなってことになったらカット、ね、カット入れますから、それは勘弁してください。もしカットが入ってたら、あ、なんかまずいものがあったんだなってね、思っていただいても結構ですよ。さりげなくキムコの車両を輸送。レーシング S125、ターセリー S、これ125、そしてレーシング S150 みたいなね、おまけで、スズキの TS1 車種。まあまあ、おまけですよ。はい。ね、はい。さあ、オープン。開いた。ね、これはね、ポンって開かないんです。セルフオープンシートではないんです。でも油圧ダンパーが入ってるんでね。で、ダウンタウンでここまでしか開かないんでね、上までバッと開いたらいいんですけどね、G リンクとかは開きますよね。KXCT マークね。はい。さあ、こんな感じになってますよ、皆さん。ね、どうですか？これバッテリーね。これバッテリー。そして、これがバッテリーの蓋。そして、ここにあるのが今度ここの目。だから二重になってるんですよ、これ。ね。蓋ね。ね、蓋二重なんです。で、これが先端ね、ここの先端にこうつけるやつですね。はい、これがついて、あと取扱説明書と、保証書、あとこれ、ちょっと初回ね、ABS のセンサーのあれがね、書いてありますね。この締め付けトルク何キロですよみたいなのがね、書いてあります。セットアップのね、はい、まあ、これに乗っ取ってやってくださいよっていうね、ことですね。はい、そしてここにね、ミラーが入ってますね、ミラーね。はい、ミラー。で、バーエンド、ウェイトね、バーウェイトが右側、左側かが1個、そっちに入ってます。右側はね、ついてくるんですよね。もう取り付けた。で、あとこの小物関係、蓋ですね。はい。蓋関係とビスが入っているという感じですね。はい。そして、ここに、OBD のね、コネクターがついているという感じですね。はい。まあ、これはね、こんな感じです。じゃあ、閉めますか？これで、はい。ね。はい。こんな感じでね。で、これセンサー。これがセンサーかな？ですよね。で、こっちが、LED ね、照明がついてる。いいじゃないですかね。これちょっと嬉しいね、照明があるのね。で、これがガンと閉めるんですね。はい。さあ、このテープでぐるぐる巻きにされている都合上ですね、ちょっと開けづらいんですけど、こっち側ね、グローブボックス、開かないよ、俺。こんな状態だから、ちょっとやめましょう。で、これね、燃料ここですよ。12点数リッター入ります、これね。はい、余裕があります。125ですからね。はい。でもね、こう思うでしょ？ 12. いくつ入るったって
ねえ、112体入ったってよ、大したことねえんだろなんて思う方いらっしゃいますか。ねえ、実際40キロぐらいらしいですよ、これなんで。笑い事じゃないですよ。このエンジンすごいみたいですよ。この水冷エンジン、キムコの。なんかキムコは燃費が悪いなんていうね、ふうに思う方もいらっしゃるでしょ。そんなことないんですよ。水冷エンジンは燃費いいんですよ。これで40キロぐらいすごいですよね。本当に。だって言うんだもん。乗ってる方は言うから。で、あと、ネットとかでも書いたでしょ。本当に走るのか。え、走るのかこれで。噂になっている。で、瞬間燃費計がついてるんですよ。平均燃費じゃないのね。瞬間燃費なんですよ、これね。で、瞬間燃費で結構いきますもん。40いくつで普通にポンポンポン出ますもん。走ってる最中に。30何キロも多いですけど。もちろんね、20何キロ、10何キロとかもありますよ。でも、だいたい40前後行くんですよ。あ、これ本当に走るんだなって思いますよね。ってことは 12.1 歳入ったら入るってことはどうですか ?500 キロぐらい走っちゃうってことでしょ。ロングツーリングには最適な1台じゃないかな。高いっていう方いらっしゃるでしょ。125でそんなすんのって。エンジンだけ見たらダメですよ。車体見ないと。ね?そう。エンジンだけたまたま125がついてるだけだって。車体は125と車体じゃないですか、これ。350と同じ車体ですから。ブレーキとかみんな足まで一緒ですからね。ほら、よくブレーキとかが安いのついてる場合あるでしょ、排気量が小さいからって。それだったら分かるんですよ。違う。そう。だ、例えばですよ、これ、ね。スーパースポーツだってそうでしょ。エンジンが小さいから安いかってそういうもんじゃないですよ。ねえ。やっぱ車体はお金かかってるから。ね、非常に、魅力的なスクーターだと思いますけど、いかがですかね。はい、絶賛販売中、税別48万円、税別48万円、52万8000円税込みね。はい、全国にあるキムコの二輪正規販売店で大好評販売中でございます。ダウンタウンシリーズはね、昔からやっぱりこの大きさが魅力でね、日本でもよく売れているタイプのモデルでございます。はい、ですね、ぜひいいんですよ。そう、分かんないでしょ。よく分からなかったけど、これいいんだ。そう、ね、そして、1台ね、これはターセリーっていうね、はい、ターセリー S125 というモデルでございます。こちらはね、こんな状態で来ます。なんかこうね、毛布かなんかブランケットがなんか巻いてるような感じですけどね。前はね、ここに前のカバーがついてぐるぐる巻きになってたんですけど、前のカバーケースにダンボール入ってますね。はい、変わりましたね。これ剥がしてね、この辺が手入れですね。やめろよ、そんな。やだ、もうだからやなのとか。すいません、ね。そういえばなんか何ですか、谷村さんと、谷村新司さんと、どなたでしたっけ、なんかありますよね。で、谷村さんがこう手、ありますよね。あれは、見ちゃいけないもの見てるような気がする。ね。後ろからね。こういう感じ、どうですか、こういう感じで。ね。この顔で、ね。怒ってる気がする。はい。余計なことがございました。さあ、これもね、シート開けてみましょうよね。このシートいいでしょ、このワインデッドのシートね。パチッ。ね。おっと、危ない。セルフオープンシート。勢いがあるぜ。ね。気をつけてください、これね。勢いありますからね。これで怪我したらね、とんでもないことになる。これ、マフラープロテクター、ここに入るんだね。で、バッテリーがあって、そしてミラーですよね。で、これなんだ。ナックルバイザーね。ナックルバイザーが入ってると。まあ、保証書とかも下の方に入ってるんじゃないですか。ね。で、バッテリーはこれ前なんですよ。このスクーターはね。これ、全部これバネ強いね。この、これね、バネにバラつきがあるのね。で、これ後ろにリアボックスが、ついてきますからね。で、これが前のカバーね。で、こっちがスクリーン。ちょっとこの辺ね、ごちゃごちゃしてて申し訳ないんですが。で、あちらの方に、リアボックスということになってございます。はい、ちょっと立て込んでおりましたね、作業もいろいろあって、なかなかね、難しいこともあるんですけど、はい、でここに来てさらに GP125 が来ると大変なことになりますからね、早く作業を進めて、そしてね、待っている方にオートバイをお届けするということでございます。はい、ということで、キャンペーンもうすぐ終わりですから、ぜひね、キムコの二輪正規販売店に行って、購入してくださいよ。GP125 でもいいし、
ていうか GP125 が結局一番得な感じがするんでね、今ね、そのリアボックスがついてくるし、ね、あれなくなっちゃうと寂しいじゃないですか、ね、そんなこと思わないですか、ね、もちろんあのレーシング S125 これ普通にね売ってますから、あとターセリーは S の125と150、ねあります。そして、レーシング S150 に関してはほぼ完売です。はい、どうしてほぼ完売かっていうと、まあ、お店に在庫してるお店があればあれですし、メーカーの在庫がもうないんですよ。で、唯一沖縄に1台だか2台だかあるそうです、青いやつが。ただ沖縄在庫なので、沖縄じゃないところのお店が買おうとすると送料かかっちゃうんですよ。そう、結構かかっちゃう。そう、まあ、それ分かりますよ。沖縄から東京まで持ってきたらそれはまあ高いですよね。普通に送ったってええって金額いきますから。なので、まあね、どうしても欲しいっていう方はやっぱりその分かかっちゃってもいいっていうのではね、 あれですけど、あと、まあ、どっかのお店にあるんじゃないかと思うんでね、はい、そのお店で買っていただければと思ったりもいたします。はい、ね、あとダウンタウン、ね、これいいですよ。各色3色とも一応在庫あったかと思います、あったかと思いますが、そんなにいっぱい在庫はしてない車両なので、立て続けにね2台3台ってなっちゃうと終わっちゃう、でまた次の入荷までってことになりますからね、その点は注意していただければと思います。一応これがねマットグレーメタリック、ちょっと黒っぽいですけどね、写真だと結構もっとシルバーに近い感じがしますけど、結構濃いんですよ、これ濃いんです。あと、ブラックはツヤありなんですよ、ツヤありのブラック。そして、マットホワイトっていうのがありますかね、どれもねいい色ですね。はい、どれもいい色です。はい、私なんですけどね、はい、3色ともそう買っていただいたことあるんですよ、嬉しいね。ね、はい、あとですね、G-DINK、ね、G-DINK、そういえば GP125 ないですね、どこにしたんですか、ミネソタに置いてありますけど、ね、GP125 がホワイトと、パーリーホワイトっていう、まあ、パールホワイトですね、それとあとゴールデンブラックっていう、はい、ツヤありのブラックに、ちょっとこう金色っぽい色が入ってるっていうツートンのやつがありますんでね、はい、であと G-DINK、ね、G-DINK いいですよ、ね、はい、で、赤でしたっけ、うん、レッドとちょっとマットなんだけどメタリック調なんですよね、レッド、あとホワイト、ホワイトはツヤありだったでしょ、あれパールホワイトですよね、パールホワイトにで、そのレッドのあれが入ってるんです、ちょっとだけ、そう確かね、あとパープル、ディープパープルっていう、あれもツヤありのねパープル、あれこう光の下、太陽の光だとこうキラキラ光る、赤のこうなんかこうなんか ラーメンみたいに光るんですよ、あれ不思議なもんで、でちょっとあ紫色なんだなって分かるんですけど、そうじゃない場所だと結構黒っぽく見える、あれもなかなかいい色です。キムコさんいいですね、なかなかセンスあるんじゃないですか、そのやってる方がと思いますよ、褒めてもらえるね。で3色あるんですけど、 G-Link もね、ただ G-Link の場合は、レッドが在庫がないみたいで1月下旬に使われてるんですよ、入荷がね、再入荷がね、だ1月下旬になれば一応入りますので、もし欲しい方はねレッドがね、うん、で白と、紫ねパープルに関しては在庫ありますんでね、ご注文いただければと思います。はい、まあ、いずれにしてもね、まあ今週末ですかね、日曜日ぐらいまでにご注文いただけると、そのバイク用品ね、で GP125 だけはそれにリアボックスがつくと、さらにね、うん、っていうなかなかお得だと思いますんでね、ご検討いただいて、まあ、足運んでね買っていただければと思います。はい、その際にはですね、どっかの昔ね、木馬さんとかがね、木馬のさんの何だろう動画を見てって言ってくださいみたいなことを言ってましたけど、私はそんなことは言いません。はい、アンケートに店長武蔵の動画を見てって書いてきてそう、不特定多数の方にね、ありそうにしてないです、キムコの方々に貢献してくれてるなっていうふうに思っていただけるところは、なんかいいことがあるかもしれない最終的にね、私にね、かもしれないからということでございます。はい、ということで、そういうことね、入ってますので、ちょっと後でやらせていただきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。いいですよね。いいですよね。
ね、いいですよね、いいですよね。後ろにあるあのレーシング S の125の赤いのとかどうですか、在庫で買ったんですけど、どうですか、ね、いいですよね。そう、あれもいいんです、色いいですよね、ツヤありのなんかワインレッドみたいな、ワインレッドって言わないかな、なんだろう、何レッドですかね、あれいいですよね。どうですか、レーシング S もあのもう在庫終わったら終わりですから、はい、ぜひここからね乗っていただくと保証3年もありますしね、いいですよ、うん、と思いますけどね、はい、まあそんな感じで、はい、ご視聴いただいて誠にありがとうございました。本当にあの一応今週末までに行ってご購入いただければと思います。でね、用品もらって、あ、よかった、うん、と思いますけどね、はい、ということでありがとうございました。それではまた。